Hey, what's up? 山本です。私は今、札幌駅南口に来ております。本日8月8日火曜日になります。ご覧いただいている通り、絶賛雨降っております。傘もささずにおりますので、オープニングは手短にしたいと思います。本日お届けする動画、フライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の元ビリーが私、山本が旅の情報をフライトレビューをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社 ANA になりまして、行き先、富山行きのフライトレビューになります。久しぶりに富山行くね。以前も富山空港を使って札幌に戻ってきた動画出したんですけども、その時の様子もご覧くださいませ。もうちょっと雨ひどいので歩きながら行こうかな。普通にこれ傘必要なぐらいの雨なんですけども、傘もささずに行ってます。カメラ壊れないといいな。とりあえず ANA 使って富山空港行くんですけども、8月8日ということで夏休み期間真っ只中なので、空港がどんな様子なのかそこも合わせてお届けしたいと思います。とりあえずマジで雨がひどいので、よくこの中傘もささずにやってますわ。とりあえずこの後は快速エアポート乗って新世空港向かいます。毎度おなじみなんですけども、札幌北広島北広島空港と分けて買うことによって50円だけ安く買うことができますので、もし安く行きたいよって方は実践してみてください。中に入りました。これでなんとか大丈夫そうだわ。今日は8月8日火曜日、世間一般はまだ仕事ですよね。なので9時ちょっと過ぎですけども、通勤途中の方も結構多いですし、あとは観光客の方も多いなっていう感じがします。切符がこちらになります。分けて買うことによって50円だけ安くなります。出発3分前なので座るところないね。諦めます。新札幌で降りてくれれば座れるんだけどな。よし、空港行ってまいります。新千歳空港到着しました。混んでるね、やっぱり。今日は平日ではあるんですけども、インターハイも今ちょうどやってて、バレーボール昨日開会式で今日から旭川で試合やってて、僕の母校も全国大会出るんですけれども、高校生いっぱいいたりだとか、ちっちゃいお子さん連れいたりだとか、やっぱ夏休みの空港は混み合いますので、早く来ることをお勧めします。ただし上級会員のステータスがある私は結構ギリギリです。40分前なんですけども、間に合うでしょう。まずはチェックインしてまいります。いや、これはね、いつもの新千歳空港の様子じゃないわ。これステータスない方来たら、これ2時間ぐらい早く来ないといけないかもしれないですね。受託手荷物預けるのだけでこの感じは1時間以上かかります。なので出発1時間前でも絶対間に合わないと思いますので、ステータスない方は絶対に早く来てください。これはやばいな。今日まだピークじゃないですからね。ドピークの日だったらもっとすごいことになると思うんですけども、これはすごいわ。久しぶりだね。夏休み、皆さん本当気をつけてください。この動画早く出しますので、これが現状の新千歳空港の様子ですので、これがドピークの U ターンラッシュのピークだったら、うわーマジかマジか。上級会員レーンも入り口で5人並んでます。今回40分ぐらい出発まで時間があるんでまだ大丈夫ですけれども、こんな感じなんですよね。こんな並んでるの久しぶりに見たわ。今日の機材は737で満席ではないですし、まだ30席以上は余裕ある状況なの でかつ僕の周りも人いないので、今日は預けるのやめよう。入るのに5人待ち、中でもさらに待っておりますので行くのやめる。とりあえず ANA 以外 JAL 側の方も見てみましょうか。 ANA 側はこれはマジ1時間以上かかります、荷物預けるのに。上級会員でもあの感じは20分ぐらい時間かかりそうなぐらい並んでましたので、やっぱり夏休みシーズンは
皆さんが思ってる以上に早く来ないと大変です。今後ろ ANA のカウンターめちゃくちゃ並んでるんですよね。なんかこれドピーク来たらもう本当にすごいことになるんじゃないかな。まだまだ新世空港の本気はこんなもんじゃないので、もっと混むときはもうこの日じゃないぐらい混むんですけれども、日本航空側は今日はどんな状況なんでしょうか。とりあえず今真ん中のところ来たんですけども、ここはそんな普段と変わらないかなっていう感じ、こんな感じの光景です。日本航空側来たんですけども、日本航空そんな思ってたほど混んでないですね。まあ、多少人はいらっしゃいますけども、 ANA ほど待ち時間が長いっていうわけじゃないので、10分ぐらいで荷物預けられそうかな。ただ友人のカウンターはめちゃくちゃ並んでます。荷物預け入れある方、特に友人のカウンター並ぶ必要は今ないので、バギージャグ自分で発行して自分で流すことができるんですけども、すべて友人のカウンターでやってもらうとしたら40人ぐらい並んでおります。 JGC のカウンターも結構並んでるんで、15人ぐらいは並んでおりますので、荷物預ける方、逆に JGC カウンターよりも一般レーンのセルフドロップでやった方が早いです、これだったら。なので必ずしも上級会員のカウンターがすげーっていうわけではないので、この点ご注意ください。こっちまで来たけども戻るか。この後の ANA エアドゥ便ですが、エアドゥの東京行きが15分遅延で、 ANA の東京行きなんかはマジか4時間ぐらい遅延してますね。で、自分が乗るトレマ行きは問題なく6番ゲートから出発しそうです。もうこのまま保安検査行きたいと思います。ちょうど女子バレーの高校生たちいますね。男子は旭川でやってるんですよね。で、女子はね釧路でやってるんですけども、札幌まで陸路で来たってことか、大変ですね。で、今ちょうど ANA のチェックインカウンターの列なんですけども、 ANA はもうセルフ預け入れ機もめちゃくちゃ並んでるんですけど、日本航空はそんなにセルフの場合は並んでおりませんので、日本航空であればセルフでやることをお勧めします。 ANA はどちらにせよ待ちます。 ANA 利用者は早く来た方がいいですね。そしてプレミアムチェックインカウンター、さっきよりも列増えてるわ。 JAL は10人から15人ぐらいだったんですけども、 ANA はプレミアムだけでも20人以上並んで、とりあえず今日はもう荷物預けないでこれ機内持ち込みでいきたいと思います。うわマジか、すごい並んでるわ。とりあえずもうこのまま行くんだけども、チェックイン機で今日の座席見てみましょうか。とりあえず今のところ3席空いておりますので、これで搭乗券後ろ、あーどうすかな。でも後ろこうね、ちょっとスカスカなんですよね、この窓と座席の間っていうのかな。これ K になってますけど、実際これ H と J のような感じなので、窓側というよりはこれ真ん中席で一番端っこに座席がないというような感じなんですよね。あーどうすかな、一番後ろにすか。来ました、一番後ろにします。これで今日はもう搭乗券プリントアウト、ここでしたいと思います。なので受託で荷物がないと並ぶ必要がないとね、楽ですよね。あとは一般会員の方も受託で荷物なければオンラインチェックインで搭乗券出せますし、この機械でも出せますので便利です。それでは保安検査行ってまいります。保安検査完了しました。この後ラウンジ少し行ってきます。ラウンジの中入りました。ラウンジはいつもより混んでないですね。サラリーマンの方が全然いらっしゃらないので、旅行中と思わしき方もほとんどいらっしゃらないですし、通常のエリアは旅行客であふれ返ったんですけども、やはりこの時期出張される方が少ないということで、ラウンジ内はいつもより空いてます。そして今ちょうど正面にタイ航空の機材見えてるんですけども、8月3日から運航再開したんですよね。実は私この便乗る予定だったんですけども、ちょうど体調崩してて熱結構上がっちゃったので、泣く泣くキャンセルしたという経緯があります。タイ航空乗りなかったな。そして今日の新世空港周辺天気めちゃくちゃ悪い。ラウンジ後にしました。やはり夏休みシーズンはそんなにラウンジ混まないですね、逆に。でも本当にピークの時になったら混むんでしょうけども、ちょっと外れてる8月8日段階ではラウンジはいつもよりお客さん少なかったです。前回富山札幌間乗った際は上級会員誰もいなかったんですよ。僕が唯一の上級会員だったんですよね。今日はさすがにないとは思いますけども、プレミアムクラスも半分は少なくとも埋まっておりますし、今日は一番最初の方に乗りたいですね。6番到着です。もう間もなく事前改札が始まるところです。
グループ1番登場始まりました。グループ1のお客様はご登場ください。グループ1人です。はい、ありがとうございます。本日31のテーマ、ドガは一番後ろになります。先ほどお伝えした通り、ここ一番後ろで K の座席なんですけども、ここ座席がないので、まあ、実質 J と変わらないのかなって、真ん中席とほぼ同じような感じではあるんですけども、隣座席ないので必ず2席のような配列になっております。座席につきました。本日機体ボーイング737-800になります。手術ピッチこんな感じです。そして横空いておりますので、まあ、こんな感じでムキムクチャラなしで申し訳ないんですけども、足斜めにすることもできますし、比較的ここら辺は余裕のある作りになっているのかな。後ろもこれだけ空いておりますのでリクライニングもできますし、機材によっては後ろの壁とビタビタでリクライニングできないよというシートもあるんですけど、これだけ空間があればリクライニングも問題なくできます。皆様おはようございます。スターライアンスメンバー ANA 富山行き1182をご利用いただきございます。この便は ANA ウィングスの飛行機乗務員で運行いたします。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。指示従い行動してください。 Remain seated から離れます。 Move away from the aircraft immediately。空港周辺天気が悪かったので結構揺れてます。シートベルトサインが消えました。先ほど飲み物のサービス始まりまして、毎度おなじみリンゴジュース選んでおります。ただ今秋田県男鹿半島上空飛行しております。北海道は本当に天気が悪くてサイン消えるまで今日は少し時間かかったんですけれども、秋田周辺ご覧の通り男鹿半島もバッチリ見えるぐらい快晴でございます。
今日は夏休みシーズン、またなんか8月8日ということもありますので、お子さんの数結構多いんですよね。この便に限らず、やはり空港全体夏休み中の子供がたくさんいるなという印象になりまして、その中でも今日は ANA のジュニアパイロット3人います。ジュニアパイロットって何と、子供なのに飛行機操縦するのと思った方多いですよね。実は ANA のジュニアパイロットというのは、お子さんが一人で飛行機に乗ることを指す総称っていうのかな。国内線でも国際線でも理論上はお子さん一人でも乗せることはできるんですよね。ただお子さん一人乗せるのって心配じゃないですか。なのでこのジュニアパイロットの制度、ホームページも記載しておりますので、ホームページ見ながらお話ししたいと思います。 ANA ジュニアパイロットについてということで、 ANA ジュニアパイロット、お子様一人でのご利用のお客様、6歳から7歳もしくは希望があれば11歳までのお子様一人旅を出発空港から到着空港までお手伝いしますよというサービスになっております。なので例えばですけども、お父さんお母さんが仕事が忙しいだとか、仕事の休みが合わなくて1日なら行けるんだけども、長期になるとちょっと厳しいなっていう方多いですよね。そういった時にお子さんだけで、例えば北海道のご自宅から東京のおじいちゃんおばあちゃん、逆の方がいいか、東京のご自宅から北海道のおじいちゃんおばあちゃんのところまで子供たちだけで行かせたいよと、ただ親は仕事もあるからそんな長く休めないと、かといって日帰りとかで行くと結構飛行機代も高くつくし、どうしようという時に ANA ジュニアパイロット、もちろん他の航空会社、日本航空などでも同じようなサービスはあるんですけども、今回 ANA で説明していきたいと思います。基本的に座席に関しては後ろの方になりがちですね。ちょうど僕今一番後ろに座ってるんですけども、前に兄弟2人、あとは反対サイドの一番後ろにもジュニアパイロットの子が1人今日は座っているような状況になりまして、まずは登録が必要みたいですね。航空券を予約した後に予約の画面から ANA ジュニアパイロット登録というところがあるみたいなので、ここをクリックして、あとは保護者の方の同意書も出すみたいです。もちろん当日保護者の方が空港まで来るということもできますので、送迎をして、通常ですと保安検査の外までしか行けないんですけれども、ジュニアパイロットに登録すると搭乗口の、ギリギリまで行くことができますので、今日も目の前に座っているお子さん2人はおばあちゃんがゲートのギリギリまでを見送りに来てたということもありますので、これ登録しないとここまでのお見送りできませんので、やはりお子さん心配ですよね。今回のジュニアパイロットは主に小学生を対象にした制度ですので、初めてのお使いじゃないですけれども、不安だよという方はジュニアパイロット登録してしまえば ANA のスタッフの方がサポートしてくださりますので、一人でも、安心安全ですよね。ゲートのところまで行って、あとはもうクルーの方にお任せしてしまえばいいという感じなので、結構楽かもしれませんね。到着したら到着空港のクルーの方にバトンタッチして、そのクルーの方とお子さんが一緒に出口まで来て、制限エリア抜けて、おじいちゃんおばあちゃん親御さんと再会でありがとうございましたと、こういう流れになってるみたいなので、ジュニアパイロットの子には専用のネックストラップもらえるみたいなんですよね。一人旅カードというものが入ってるみたいで、これがあればお子さんの記念にもなりますし、話のネタにもなりますよね。子供も今日一人で飛行機乗っておじいちゃんとこ来たようだとか、そういった話の種にもなると思いますし、あ、いいねこれ。今ちょうどパソコンの画面見てるんですけども、こんな感じ。あ、これいいじゃん。名前も便名も座席も書いて旅の思い出ということで、こういったのを例えば自由研究とかにするっていうのも全然ありじゃないかな。ちなみに付き添いに来るお見送りの親御さんですが、1名だけです。ジュニアパイロットは6歳からなります。6歳から7歳で、一応8歳から11歳に関しては特に何のサポートもなく一人で乗ることができます。ただし6、7歳に関しては登録が必要になりますので、主に小学1、2年生これぐらいのお子さんに関してはジュニアパイロット必要で、8歳から11歳に関しては希望があれば
ジュニアパイロット登録できるみたいです。僕の登録者の方はこれぐらいのお子さんがいるというよりかはお孫さんがこれぐらいの年齢だとかそういった方が多いと思いますので、なのでお孫さんがご自身のところに会いに来る際等はこういったジュニアパイロット使ってみてはいかがでしょうか。間違いなく子供も思い出に残りますし、いい経験になるのではないでしょうか。能登半島が見えてきました。能登半島も綺麗くっきりだね。あとは能登空港行ったことがないのでいつの日か利用してみたい。線に入りました。シートベルトをお確かめください。お使いになった座席のリクライニングとテーブル、フットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。シートベルトサインが点灯いたしました。久しぶりに富山便乗りましたけれども、あっという間だね。1時間半ほどで札幌から到着です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとう富山空港到着しました。
暑いね。やっぱり北海道はいかに涼しいか分かります。湿度がそこまで高くないのがまだせめてもの救いではあるんですけども、暑いことには変わりません。今回は ANA のフライト使いまして札幌新世空港からやってまいりました。8月8日ということで夏休みシーズン真っ只中の新世空港の様子をお届けいたしました。やはり一般の方の利用がかなり増えておりますので、チェックインものすごく時間かかります。受託で荷物がなければ、例えば ANA だろうが日本航空だろうが、オンラインチェックイン等々を済ませてモバイル搭乗券出してだとか、あとは日本航空だったら IC カードだとか、そういったので搭乗すれば問題なく並ばずに行けるんですけども、受託で荷物ある方はマジに時間かかりますので、この点は本当に夏休みシーズン、冬休みシーズンだとか繁忙期は早く来ることをお勧めします。スーパーフライヤー使いの私でさえプレミアムチェックインカウンターの列が、自分が保安検査通る段階ではあれ入り口の外に20人ぐらい並んでましたからね。中に入ったらもうあと5人から10人ぐらい並んでたと思いますので、預け入れ荷物だけでも30分ぐらいはかかるんじゃないかなっていうぐらい並んでおりましたので、一般の方はもっと並びますので早く来ることをお勧めします。特に新世空港であれば、もう空港自体がもうエンターテインメント施設のような形なので、早く来ても全然損はないんですよね。お土産屋さんもいっぱいありますし、レストランもいっぱいありますし、あとは映画館、温泉もあるので、例えば夜のフライト持ってたとしても朝一から来る分には僕はもう全然問題ないぐらい時間潰せる施設が空港内にあると思っておりますので、逆に朝早いフライトの方は大変かもしれないですけども、夕方以降午後便の方はもう全然午前中から来ても新世空港楽しむこともできますし、いろんなお土産ショッピング楽しむこともできますし、美味しい食べ物に舌鼓打つこともできますので、ぜひ早く来てください。今回自分は40分前に来ちゃったので、もっと早く来ればよかったなと若干後悔はしてるんですけども、美味しいレストランもあったりしますので、ぜひ最後の北海道の思い出、新世空港本当に時間たっぷり使って楽しめる場所ですので、繁忙期関係なく早く来ることをお勧めします。特に繁忙期はもっと早く来て、早め早めに手続きやらないとずらーっと並んでしまう可能性ありますので、お気をつけください。あとはお子さんの数すごく多かったので、僕の前の座席、左側の反対側の座席にもジュニアパイロットということで、お子さんだけで飛行機乗るということも ANA 日本航空もちろん OK ですので、そのような形で ANA のジュニアパイロットという名称ではあるんですけれども、一人で乗るお子さんもいたということだったので、夏休みシーズンはもう一度言いますが、時間にゆとりを持って行動しないと大変なことになります。これはもう上級会員も同じだということだけ伝えておきます。 ANA は20人以上、日本航空も10人以上は上級会員連で並んでおりましたので、お気をつけくださいませ。それでは暑いので今回の動画ここで失礼したいと思います。そしてもう私がなんで富山にいるか分かりますよね。そうなんですよ、久しぶりにハンターの出番です。詳しくは次回の動画でご確認くださいませ。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。